きっちり鍛えて差し上げます。私の。いただ。僕だって。まだ一流とは言えない。強くなる。訓練を怠らず勝利をつかみましょう。ようマリアンヌ、今日の訓練頑張ってたな。あの食堂に行くんだが、お前もどうだ？朝からぶっ続けはさすがに腹が減るだろう。ああ、悪いな。お前、飯は一人が好きなんだったか？じゃあ気にしないでくれ。俺は誰か他のやつと。いえ、あの、ご迷惑でなければご一緒させてください。いいのか？なら行こう。今日の飯は何だったか。食った。ようやく生き返った心地だ。そうですね。ごちそうさまでした。ところでマリアンヌ、なんで俺に付き合ってくれたんだ？え？いつも一人で静かに食べてるだろう。誰かと食べるのが嫌いなのかと。たまにヒルダと一緒に食ってるが、あれはあいつから強引に誘われてだしな。一人の方が落ち着くというのは確かにそうかもしれません。あまり人と関わってこなかったので、どう接していいのかわからなくて。だとしたらなおさら俺と一緒に飯を食う気になった理由が謎だが。それは、あなたは不思議な力を持っていますよね。その姿が変わるような。ああ、その力に興味が？興味というか、あの、そういう力を持ってしまったこと嫌ではありませんか？自分では大して気にしてないな。この力に助けられてもいるし、ただ他人に素性を怪しまれても仕方ないとは思ってるさ。なのにあなたはいつも明るくて、この軍の皆さんからも慕われています。どうしてなんだろうって。慕われてるといいがな。それが飯に付き合った理由か？知りたいと思ったんです。どうすればあなたみたいになれるのか。俺みたいにって。マリアンヌは別に得体の知れない力は持ってないだろう。ええ、そうなんですが。もっと皆と仲良くしたいってだけなら別に難しく考えることはないさ。お前のことを嫌ってる奴なんて今のこの軍にだっていないだろうしな。そうでしょうか。私なんていつも皆さんのお役に立てなくて。
十分役に立ってるって。だから無理して何かする必要はないと思うぞ。はい、ありがとうございます。多くの品々を取り揃えておりますよ。またのご来訪をお待ちしております。いらっしゃい。またよろしくね。どの戦場に向かうんだ。ミルディン大橋を守るアケロン殿より至急の救援要請が来ています。またアケロンか。今日だけで何度目だ。昨日は8度ほど要請が来ましたが、本日はまだ4度目ですね。まあそうかい、ご苦労さん。承知した。ブーンを祈ると返しておいてくれ。はっ。戦況が良くないみたいだが、ミルディン大橋は大丈夫なのか。大丈夫とは言えないだろうな。俺たちが地固めに手間取っている間に敵も攻勢を強めてきている。クロード、いよいよ陥落の危機だ。急いで援軍を送るよう父から窮地が来た。おっと、グロスタール博がそう言うなら事態はかなり切迫しているようだな。では、いよいよ私たちもミルディン大橋に出撃するんですね。とにかく、橋を守ればいいんだよな。ああ、ミルディン大橋を落とされれば同盟領内での戦争になっちまうからな。町や村が戦火に巻き込まれるのは避けたいですよね。戦況次第では橋を捨てる覚悟も必要だと俺は思っている。勝機を逸してなお橋の死守にこだわれば無駄に死人を増やすことになるだろう。橋を捨てるとなったら味方の兵を無事に撤退させるのが私たちの仕事か。その後も帝国との戦いは続くことになる。被害は最小限に抑えておきたい。ミルディン大橋が落ちればガルグマク大修道院も危うくなるな。ああ、エーデルガルトは中央教会の排除を公言している。無事じゃ済まないだろう。どうする、シャミアさん。大修道院に戻って加勢するか。いや、レアさんへの恩返しは済んでいる。騎士団への未練も特にないしな。うん、じゃあ軍議はここまでにしようか。そろそろ出撃しよう。ああ行くぞ。同盟領の未来のため最善を尽くそう。頼んだぞ。
私に任せてもらいましょうか。掃除に行くぞ。こいつはまずいじゃ。やってやるぞ。おい、私も一緒に戦うぞ。私に任せておけ。息を合わせるぞ。これならうまくいくはずです。僕でよければ力になります。よし、やっちゃうよ。私と一緒に行こう。任せてください。やってみせます。この手を試してみるか。よし、やってみますかね。俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。さあ、僕の出番だ。僕にできないことはない。状況だな。やはり大橋を捨てる選択をすべきか。いずれにしろグロスタール博を失うわけにはいかない。撤退路を確保しつつ救援する。このままじゃ撤退を援護できないよ。せめて周りの砦を抑えなきゃ。今頃来たのかい。まあインチキ名手に期待なんかしてなかったけどね。そりゃ悪かったよ。ここからは俺たちも守らせてもらうぜ。急がねば父上が危ぶ。この手を試してみるか。よし、やってみますかね。ない、救援では…救兵隊、制射せよ。邪魔だ。よし、一気に落とすぞ。前に出てくれていいよ。アケロンは風見だ。風向きが変わればすぐに裏切る男だ。信用はできないぞ。グロスタール博閣下は橋の中央で苦戦中。急ぎ救援を。父をも急ぎ救わねば。戦わずして勝つことこそ理想なのだがな。やってみせます。
あ、僕の出番だ。僕にできないことはない。これで撤退路は大丈夫かな。まだ私が倒れるわけには。この手を試してみるか。よし。この手を試してみるか。よし。無事ですか、グロスタール博。間に合ったみたいですね。おお、救援が来たか。感謝する。助かったぞ。だが戦況は芳しくない。我が配下の撤退を援護してほしい。帝国に恩を売るには今が良さそうだね。僕ちゃんたちは帝国に着くぞ。行け。レスターの風緑は風を見るのが苦手みたいだな。遠慮せず撃ってやれ。君の成長を見せる機会だよ。やはり大橋を放棄せざるを得ないか。グロスタール博、撤退の号令を。私が死んだりとなって敵を引きつける。各部隊俺に、ま、一斉に発射隊。いい、俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。任せてください。やってみせます。さあ、僕の出番だ。僕に任せとけ。今後の戦いを考えると、これ以上の戦力の損失は致命傷になる。撤退する諸将を守れ。できる限り減らしてな。支援部隊を撤退する将兵の護衛に回すか。僕の出番だ。俺に任せとけ。
援護に回るか。僕ちゃんが裏切ってやったのに、なんで帝国兵が助けに来ないんだ。おい、この手を試してみるか。一息に落としてしまおう。これで安全に撤退できるか。問題が一つ片付いたのは間違いないが、悪いが逃がせねえんだ。邪魔するならぶっ飛ばせ。おお、カスパル君じゃねえか。そっちこそ邪魔はさせねえ。任せてください。やってみせます。さあ、僕の出番だ。僕にできないことはない。さあ、とっとと落としてしまいましょう。油断はしない。同時に攻めるぞ。ああ、準備はできてる。粘るんだ。諦めちゃならねえ。僕が止めなきゃダメなのか。備えあれば憂いなし。んだよリンハルト、敵が逃げちまうだろう。あのまま戦っていたら死んでたよ君。もう少し周りを見てほしいな。少し休んだろ。負けるか。背中任せていいか。私に続いて。お前らのだ。いいぜ。さあ、僕の出番だ。僕に任せとけ。なめんな。まだだ。
任せてください。やってみせます。俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。さあ、僕の出番だ。僕にできないことはない。確保できたら引こうか。ええ、黙って見ているとは思えません。相手が出てきたところを狙いましょう。いや、このまま逃がしたらまずいよね。門を開けて敵を誘ってみようか。な、リンハルト勝手な。くそ、まだ傷だ。とは無駄な争いを嫌うたちだろう。見ていなさい。来た。この手を試してみるか。よし、今降伏してくれるんじゃないか。俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。任せてください。やっ、はあ、仕方ないよね。面倒でも戦わなきゃいけない時はある。全く世のせいですね。あんたがそんなことを言い出すなんて。無駄だ。なるべくならしたくないけどね。おら、このままじゃ死ぬのはわかるだろ。俺たちに下るんだ、リンハルト。ここまで殴っておいて、ひどいね君たちは。まあいいか。お前は死ぬようなやつじゃねえな。ある意味ほっとしたぜ。愚かな、負けませんよ。リンハルト、捕らえたんだろ。悪いが俺に返してもらうぜ。残る敵将は一人か。増援が来る前に早いとこ片付けるぞ。余裕があればこの辺りの砦を全て落としておいた方がいいのでは。俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。この手を試してみるか。よし、やってみ。任せてください。やっ、はあ。
ここからは私が帝国の真の力を見せてやろう。もう増援がこうせざるを得ないか。これよりグロスタール家は帝国に侵入する。戦いをやめて降伏せよ。抵抗は無意味だ。グロスタール博、クソ、引け。俺たちは全力で引くんだ。どういうことだクロード。父上、なぜ真珠を。父上、おいクロード、どういうことだ。同盟は父を見捨てたのか。そうじゃない。まずは落ち着いてくれローレンズ。落ち着いてなどいられるか。あろうことか、我がグロスタル家は帝国の支配を受けることになるのだぞ。こういう事態を見据えてお前の親父さんは帝国側にも根回しをしていたはずだ。帝国軍が親父さんグロスタール博に危害を加えるような真似はしないさ。クロードはグロスタール博が帝国軍に降伏する可能性を考えていたのか。伯爵は領民が戦火に巻き込まれることを何よりも危惧していた。であれば徹底抗戦よりも潔い恭順こそが最善の道と考えるのは当然だろう。コーデリア家もおそらくグロスタール家に倣って帝国に従うことになると思います。あのローレンズ君、僕らは伯爵のもとに戻るべきでしょうか。グロスタール家に戻れば同盟軍と戦わねばならない。君はそれを望むのか。いえ、それはさすがに避けたいです。私もこのまま同盟軍にとどまります。いいですよね、クロード。もちろん、そうしてもらえると俺も助かる。この戦争は始まったばかりだからな。大橋を抜かれた以上、すぐに帝国軍がレスターになだれ込んでくるはずだ。このまま帝国軍を好きにはさせない。戦線を再構築するぞ。この程度では足りないな。
強くなれる限り強くなるさ。まだ一流とは言えないよな。ちょっと心外。勝つべくして勝った、それだけさ。これだけやってりゃ強くもなるさ。また一つ力を得たが、これからだ。手持ちの札は多い方がいい。みんな集まったな。早速だが、戦況について改めて整理しておこう。知っての通りだが、ミルディン大橋は完全に帝国の手に渡った。大橋に通じる旧フレゲトン領は帝国が占拠、ついでグロスタール家も帝国に恭順。父としては苦渋の選択だ。東に隣接するコーデリア家も当面は帝国に逆らわない旨、すでに連絡を受けている。もともとうちは戦力に乏しいので、ごめんなさい。ディシテア、謝ることなんてないさ。領主としては当然の判断だろ。ディシテアさんもローレンツ君も家に帰れなくなっちまったな。まだ続きがある。その後帝国軍はグロスタール領を抜けて大修道院を襲撃。大司教以下中央教会の者たちは王国を頼って退去したらしい。これで僕らの母校を訪ねることもできなくなってしまいましたね。教会の皆さんはご無事なのでしょうか。さあな。だがそう簡単には死なん連中だろう。大修道院が落ち、前線は大きく北上した。帝国軍はすぐにもデアドラを攻めるだろう。デアドラが落ちれば同盟はそこまでだ。それだけは何としても阻止したい。そうは言っても一体どれだけの兵を集められるというんだ。エドマンド家はこれ以上の兵の供出は難しいと思います。ごめんなさい。となれば五大諸侯のうち当てにできるのはゴネリル家のみ。うちとリーガン家の戦力だけで帝国軍に対抗できるとは思えないけどな。あとは列女率いるダフネル家だな。これでどうにかするしかない。列女？かつては五大諸侯に列したダフネルの当主ジュディットさんのことだ。頼もしいお姉様だよ。クロード君とも仲良しみたいだしね。でもダフネルじゃ頭数は期待できないだろ。なあ、王国は援軍を送ってくれないのか。王国も西側で帝国と戦い始めたところだ。援軍をよこす余裕はまずないだろう。加えて王国諸侯の忠誠心も疑わしい。デミトリはどうするつもりやら。こっちの戦力は大体分かったが、策はあるのか。考えてはいるが、当面はみんなの奮戦に期待するしかない。おう、おでに任すとけ。ラファエル、お前の根拠のない自信が今の俺には救いだよ。
レア様、セテス殿、ご無事で何よりです。救援が間に合ったようで安心いたしました。手間を取らせてすまなかったな。おかげで無事に撤退できた。あなたとファーガスの人々の助力に心から感謝します、ディミトリオ。いえ、私の即位の折にも教団には幾度となく手を貸していただいたのです。この恩をお返ししなければ、私は民から防音の戸のそしりを受けることでしょう。それは私たちとて同じこと。聖教会もできうる限り王国に力添えしましょう。ああ、状況次第だが、騎士団の兵を王国の指揮下に加えるという話にも異存はない。感謝いたします。本来ならばこういった条件などつけてはならないのでしょうが、我が国はその土地柄、食料や物資に乏しい。見返りもなく養うというのも難しいのです。そう恐縮しなくてもいい。身を置かせてもらっているのは我々の方なのだから。それでは立ち話はここまでにして、一度王都フェルディアへ向かいましょう。教団、王国、そしてこの戦いについて今後の方針を話し合わねばなりません。ヒューベルト、レスターの攻略は順調に進んでいるようね。グロスタール伯が恭順の意を示したため、少ない犠牲でことを進められました。現在はフェルディナント殿らを進軍させ、リーガン領への圧力を強めていますが、それに続いて軍務卿もレスターに軍を入れるべく準備を整えているとのこと。ベルグリーズ伯が動くならもう心配はしなくてよさそうね。は、今は王国西部に戦力を割くべきでしょう。ローベ伯が突然こちらに下りましたからな。王国軍も色めき立っているかと。準備していた段取りを無視して勝手に王国と戦い始めたことについては本当に勘弁してほしかったけれどね。見捨てるわけにもいかないし。帝国は心中したものを必ず守る、面倒な方針を立てたものですな。面倒でもそれが今後に生きてくるわ。ローベ伯への援軍を急ぐのよ。承知しました。軍務卿には何と。少し気の臭いわけれど、あなたに全て任せる。